なんだか今日は、俺、全員集まったようだな。おおよそのことは聞いていると思うが、全国大会に出場するテニス部が主導となって合同学園祭を開催することになった。面白そう。くだらねえ。部長。さっきから気になってんすけど、テニス部員じゃないのが一人いるっすよ。ああ、紹介が遅れたな。彼女は学園祭の運営委員で、彼女は我々テニス部の担当だから、学園祭の準備でいろいろと助けてもらうことになるの。では、学園祭の詳細について大石と運営委員に説明してもらう。今回の合同学園祭は、地域振興を目的として、鳩部、榊、両グループによる出資で開催される。鳩部と榊って、評定の？ああ、そうだ。それって、なんか怪しくないですか？そうそう。あのアトベってやつ、なんかパクられそうじゃないですか？いや、別に下心があるわけじゃないみたいだ。その点は心配しなくていい。ただ、ただ？学園祭に参加する各テニス部員に、模擬店の出店が義務付けられていてね。くだらねえ。全国も違いってのに、んなことやってられっか。まあ、そういうな。アトラクションって何？へえ、面白そうじゃん。それって、勝負ってことっすか？ほほう、
勝負と聞いちゃ黙ってらんねえな。黙ってらんねえよ。ふん。担当大会の借りを返そうってつもりなのかな。面白い。そういうことなら帰り討ちにしてやるぜ。穏便に行こうよ、穏便に。模擬店は各学校のテニス部単位で3店舗まで出店できる。成績優秀な、つまり売り上げの多かったテニス部には補助金も出る。部の名誉がかかってるのか。これはちょっと頑張らないといけないかな。補助金が出るのはありがたいな。部の予算が増えれば、新しい訓練メニューが組める。自由に？他の学校と組んでもいいってことは、声楽テニス部のメンバーと勝負するってこともあるわけか。へえ、面白そうじゃん。おいおい、そんなに大げさに考えなくていいよ、桃城。あくまでも、各テニス部の親睦を深めることが目的なんだから。そうは言っても、勝負は勝負。やるからには負けねえっすよ。しょうがないな。それと、アトラクションの優勝チームには賞品が出る。なんと、ウィンブルドンのチケットと、航空宿泊券だってさ。ひゅー、そいつは豪勢じゃん。こいつは負けらんねえな。負けらんねえよ。校内ランキング戦以来の真剣勝負か。だから、そんなに熱くなるなよ。ほいたかさん、ラケット。え？うおー！バーニング！俺は負けねえぜ！かかってこい、ベイビー！ああ。驚かせちゃったかな。タカさんは、ラケットを握ると、ちょっと性格が変わるんだ。質問！テニス部以外の人はどうするの？他の生徒は普通の学園祭と同じだよ。模擬店や展示をやる。今回の学園祭の主役は、あくまで我々テニス部だ。部の名誉を傷つけることだけはするな。ところでいいのに、さっきから何書いてんの？これが今回の学園祭のスケジュールだ。8月22日、つまり明後日から9月1日までが準備期間、2日が慰労会。学園祭は9月の3日と4日に開催される。日曜日はともかくとして、31日が空いているけど？夏休みの宿題が残っている者もいるだろう。その配慮だ。なるほど。スケジュールの細かいことやその他は、今から配るプリントに書いてある。各自よく読んでおくように。では、解散。ミーティングを始める前に、連絡事項がある。大阪の支店法事から、特別ゲストが参加することになった。支店法事って、あの支店法事っすか？支店法事から来ました。遠山金太郎言います。やらしゅう、やらしゅう。あ。わ、小芝居！勝負しようや、勝負！うるさいのが来た。特別ゲストってどういうことっすか？すごく納得できるような、理不尽なような。微妙な説明だね。では、我が声楽テニス部の出展する模擬店を決める。大石、司会を頼む。わかった。まず、この模擬店は、我が声楽テニス部の名誉がかかっている勝負であることを忘れないでほしい。わかってるっすよ。
最も売り上げの上がる模擬店は何か、そこが問題だな。何かアイデアがあるものはいないか。はい、はーい、たこ焼きや、絶対たこ焼き。定番だな。いいかもしれないな。もちろん作り方は知ってるよな、富山くん。知らん。え？わい、食うのが専門や。たこ焼きやろうや、たこ焼き。君、もしかして自分が食べたいだけなんじゃ。わい、たこ焼きやったら100人前でも食べるで。ダメだって。こりゃ、たこ焼きはボツだな。ああ、こいつが売り物を自分で食べちゃいそうだよ。いやいや、たこ焼きやるんや、たこ焼き。ほんまか？まあええわ。寿司屋なんてどうかな？タカさんに握ってもらってさ。お、それいいっすね。あー、難しいと思うよ。寿司のネタの保存とかもあるし、第一、俺だけが寿司を握るわけにいかないだろう。寿司の握りはかなりの修行が必要なんだし。あー、そうか。ありがちだけど、喫茶店なんてどうすか？客の回転率、商品の単価。悪くない選択だ。面白そうだね。現職だったら僕も作れるし。ドリンク類は俺がいろいろと開発する。ちょっと待って。イルイ、本気じゃないだろうな。なぜだ？合理的な判断だと思うが。まずいぞ。イルイ先輩すっかりやる気だぜ。そうだな。なら、俺たちで何か別のアイデアを出せないと。キングスクイってのはどうだ？ほう。お前にしてはいいアイデアな。それ褒めてるつもりか？まあいいや。はーい。俺とカイドウでキングスクイをやります。あ、それいいね。俺もそっちに参加するよ。はいはいはい。俺はたらしやりたい。それもいいな。俺も一緒にやらせてもらうよ。俺もそうしよう。手塚はそっちに行っちゃうのか。そうなると喫茶店が二人じゃちょっと辛いな。一人残ってるじゃないですか。え？俺？でも俺、料理とかできないっすよ。構わない。ウェイターとか他にも色々と仕事はある。いろいろと、な。うん。それぞれの模擬店、ちょうど三人ずつ。これでいいんじゃない？うん、決まりだな。では、乾、富士、越前が喫茶店。桃城、海道、高さんで金魚すくい。俺と英二、手塚が綿菓子屋。なんか、納得いかないっす。喫茶店がいいって言い出したのは、お前だからな、エイツ。覚悟決めな。それじゃあ、運営委員会の方に、以上の報告、お願いします。では、これでミーティングを終わる。解散！あり。わいは？え、ああ。忘れてた。っていうか、遠山くん、君さっきまでいなかっただろ？おしっこ言ってたんや。おもろなさそうな話してるし。しょうがないな。それじゃあ、喫茶店と金魚すくい、綿菓子の中から、好きなの選んで。たこ焼きはないの？だから、それはボツだって。しゃーないな。小姉妹は何したん？だから、越前なんだけど。ほな、ワイを喫茶店にするわ。食い物餃子ありそうやし。
それじゃ、これで本当に決定だな。解散。おい、このエリアが俺たちに割り当てられたブースか。へえ、結構広いな。それはそうと、金魚ってどこで売ってるんだろう。言われてみりゃ、そうだな。あと、金魚を救うあれ。ポイだね。なあ、あれポイって言うんすか。知らなかったぜ。金魚にポイか。後で委員会の方に手配できるか聞いてみてくれないかな。あとは屋台だな。金魚を入れる水槽と屋根、それにパイプ椅子ってとこかな。屋根はテントを借りればいいしょ。パイプ椅子も借りられるし。あ、そうだ。それに金魚に酸素をあげるポンプもいるな。これはうちに予備があるから持ってくるよ。さすが寿司屋っすね。借りるもののリストは以上だね。それじゃあ委員会に報告頼むよ。イエス！燃えるぜ！バーニング！おっと総理、サプライズさせちまったかな、ベイビー。オフコース。そんなことはナッシング。タカさん、彼女困ってるよ。ああ、タカさんはね、ラケットを持つとちょっと強気になっちゃうんだ。タカさん、ちょっと休憩しよう。オーライ。ふぅ。あ、ごめん、びっくりさせちゃったかな。どうしてかはわからないけど、ラケット持つとああなっちゃうみたいなんだよね。こんなところでどうしたの？そう。俺は今、一段落ついたところなんだ。このまま何もなく無事に終わればいいよ。うん、そうならないように気をつけないと。こんなところでどうしたの？そう。俺は今、一段落ついたところなんだ。うん。それで毎月レギュラーが決まるんだ。ああ、何度やっても緊張するね。ありがとう。そういうことをあまり言われないから、ちょっと照れちゃうな。Yes! Welcome! そんなことはナッシング！そんな心配はノーサンキューだぜ！ほらほらほら！Thank you, baby! バーニングしてるタカさんと普通に会話してるな。
順応力高いっすね。こんなところでどうしたの？そう、俺は今一段落ついたところなんだ。ありがとう。金魚も種類が多いからね。この本で模擬展に出す金魚を選ぼうか。そうだね。この金魚を購入リストに入れておこうか。他のはまた決めよう。この中に和太鼓の経験のある者はいるか？俺は祭りで何度かあるよ。叩いたことはないな。残念ながら未経験だ。俺も遊び程度のもんだな。俺もね。同じく。あれ？阿久津は俺と一緒に昔やらなかった？けっ。あんなもんガキの遊びだろうが。それでも一応経験は経験だから。経験者はほとんどゼロか。立花は経験があるのだろう。提案者やねんからやったことぐらいあるんちゃうか。そういえば騎兵は和太鼓が好きだったかいね。俺も本格的なものをやったわけじゃない。だが一応基本は知っている。だったら立花君に教えてもらうしかないね。そうやな。そうだな。何か教本でもあればもう少し具体的なことも言えるんだが。教本か。ならばそれは俺が手配しよう。さすがはうちの参謀、卒がね。そうしてもらえると助かるな。和太鼓は基本さえできていればそれほど難しくはない。きちんと練習さえすればいい演奏ができるぞ。練習？けっ。まあまあ。では次回には機材が届くから早速基本のバチの練習に入る。こんなところでどうしたの？そう、俺は今一段落ついたところなんだ。あれは駒の動き方とかルールを知らないと何をしてるかわからないからね。悪い悪い。ちょっと面白かったから。これ？空手の本だよ。興味っていうか、昔やってたから。うん。中学に入って、テニスを始めてからはやめちゃったけどね。試合になるとね、緊張しちゃって勝てなくなるんだ。6年もやってたのにね。そんなに深刻に考えることじゃないよ。空手をやめたって言っても、別に一生やらないわけでもないし。ああ、ちょうどいいところに。少し手伝ってほしいんだけど、いいかな。という
ことなんだけど。どうしたの？なんだか顔色が悪いみたいだけど。あ！よかった。気がついたね。医務室だよ。ごめん。君は熱中症で倒れたんだよ。それで、急いでここに連れてきたんだ。俺が、長い間、炎天下で君と話してたから。いや、俺がちゃんと君の様子を気にしていたら、倒れたりはしなかったはずだよ。俺の責任だ。だから、ごめん。いや、やっぱり俺の責任だよ。せめて、駅まで送らせてくれないか。もう大丈夫？俺も今度から、もっと気をつけるよ。いいんだよ。俺が注意しておくから。どうしたの？え？いや、そんな。うん。また明日ね。いや、かばじくん、試合以来だね。腕の調子はどうかな？痛めてないかい？うっす。調子良さそうだね。で、俺も調子はいいよ。心配してくれてありがとう。うっす。そうだね。全国で評定と対戦することになったら、また君とやりたいな。うっす。今度こそ、決着をつけような。うっす。おい、かばじ。あ、アドベ君が呼んでるね。それじゃあ。うっす。声楽の河村か。再戦の申し込みでもしてたのか？うっす。ほう。いつになく気合が入ってるな。今度こそ白黒つけてやるよ、カバジ。うっす。少し考え事をね。それよりも、俺に用かい？え？ああ、この間なくしちゃって。ああ、それだよ。君が拾ってくれたの？ありがとう。ああ、家の商売用のものだけどね。寿司屋だしね。ありがとう。あ、そうだ。君、携帯持ってるよね。よかったら番号教えてくれないかな。あ、いや。まあ、いろいろと連絡もあるし。あ、これで登録完了。それじゃあ何かあったら連絡するからね。少し考え事をね。それよりも、俺に用かい？気になるっていうか、なんていうか。まあ、最近は一人そういう人ができたかな。どんな人か、ちょっと恥ずかしくて言えないよ。
君にだっているんじゃない？そんなことはないと思うよ。ああ、君のことを思ってるやつ、一人知ってるから。え、まあ、それは、その、暑いからね。少し考え事をね。それよりも、俺に用かい？うん、そうだよ。今はもうすっかり良くなってるよ。難しいな。テニスの時は、もう夢中だからね。勝つことしか考えてないし。鍛えていても、怪我はするよ。お、でも楽しいよ。うん、そうだよ。え、あ、ごめん。帰りに寄らなきゃいけないところがあるんだ。ごめんね。いいか？バチは強く握ってはダメだ。軽く、力を抜いて握る。ラケットと同じだ。せやけど、力入れんかったら音がならへんのとちゃうか？それが逆なんだ。力を入れると音が悪くなるし疲れちゃうよ。何事も自然体が一番だということだな。道理だな。無理な力を入れねえってのはよくわかる。さすがキペだ。よう道理の分かった方だ。け、そんなもん。やってみりゃすぐわかるぜ。かしら。あ、アクト。見てな。こんなもん簡単だっての。ふん。悪い見本だな。一緒になったなんて。なんだと？阿久津、確かにお前の身体能力は高い。だが、太鼓は力ではないと言ったはずだがな。面白え。そこまで言うなら、手本見せてもらおうじゃねえか。いいだろう。見てよ！ほんまや、ええ音しとるやん。ほう、やるね。きっぺに、光源得意はあったとは。わかったか。力任せに叩くだけが脳ではない。く、面白くねえな。だったらちゃんと練習しようよ。うるせえ！やってられるか！おうおう、負け犬の遠吠えやの。なんだと？今なんつったこら？負け犬。てめえ。アホ、何やっとんねん二人とも。阿久津、お前も言われてなかったら馬なってみ。今に見てろよ、てめえら。少し考え事をね。それよりも、俺に用かい？ゲーム？俺、ワイワイ兜町バトル、好きだよ。でも、これ始めると結構時間かかるけど、いいのかな？お、別の機会にしようか。少し考え事をね。それよりも、俺に用かい？
うしたの？急にそんなこと聞いて。その、いないよ。ああ、富士が呼んでる気がする。じゃあね。やあ、君か。いいところに来てくれたね。これから買い出しに行くんだけど、ついてきてくれないかな。お、じゃあ行こうか。金魚すくいのポイと、持ち帰り用のビニール袋だよ。うん、そうみたいだね。前に祭りの屋台でその話を聞いたよ。そういうところもあるらしいけど、それより人によって変えてるって話を聞いたよ。うん。女性や子供には厚いポイを、男性には薄いポイを渡したりするんだって。みたいだね。俺たちもポイは2種類用意しておいた方がいいだろうね。そういうこと。酸素石？水素に入れると酸素を出すあの石かい？でも、酸素供給用のポンプは用意してあるよ。ああ、なるほど。長時間金魚を持ち歩いた時に酸素をあげるためだね。そうだね。いいアイデアだと思うよ。買い物リストに入れておくよ。いや。今から帰るところ？そっか。じゃあ、駅まで。そうだね。一緒に帰ろう。ああ。今日も大変だったね。疲れてないかい？俺はテニス部で鍛えてるから。そうじゃなくてね。君のこと、名前で呼んでも、いや、なんていうか。ああ、なんでもないよ。いや、嬉しいよ。ありがとう。ナミちゃん。もうかい？早かったな。うん。さよなら。またね。少し考え事をね。それよりも、俺に用かい？まあね。ああ、でも、表に出さないだけで、ライバル意識はちゃんと持ってるよ。お互いに負けたくないってね。俺は、自分自身かな。ここまででいいって思う自分に、負けたくないって思うよ。いや、照れるな。少し考え事をね。それよりも、俺に用かい？
俺かい？俺はね、松茸の土瓶蒸しと、イクラ丼だね。ちょっと高いけどね、どっちも美味しいよ。両方とは意外と欲張りなんだね。わかったよ。少し考え事をね。それよりも俺に用かい？俺も自分が着るようになるまではずっとかっこいいなーって思って眺めてたよ。だから着れるようになった今はみんなのイメージを壊さないようにしっかりしなきゃって思うよ。照れるな。やあ、ナミちゃん。今から帰るところ？そっか。じゃあ、駅まで。そうだね。一緒に帰ろう。模擬店の準備も大変になってきたね。ああ、そうだね。もう一頑張りだな。あ、そうかな。ありがとう。え、もうかい？早かったな。うん、さようなら。またね。こんばんは、川村ですけど。ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな？明日なんだけど、暇かな？そう、だったらさ、映画見に行かないかな？え？本当に？じゃあ、明日、午前10時に、駅前で待ち合わせ、いいかな？それじゃあ、明日、おやすみ。ちょっと早く来すぎちゃったかな。いいんだよ。それじゃあ、待ち合わせの時間を決めた意味がなくなっちゃうから。それじゃあ、ちょっと早いけど、行こうか。最近は CG 使ってるのが多いけど、あれは生身のアクションだよ。俺の趣味で選んじゃったけど、アクション映画は嫌いじゃないよね。そう、よかった。え、そう？そうだね。ここで食べるんじゃなくて、うちに来なよ。ごちそうするよ。遠慮なんていらないよ。さ、
行こう。よかったよ。喜んでもらえて。え？え？ああ、あれはその、そういう意味じゃなくてね。その、あ、ちょっと気が早い喜び方だったけど。いや、なんでもないよ。うん、まあね。ところで、これから時間あるかな。じゃあ、この先の池にハッシュボートがあるんだ。乗ってみない？え、そう？まあ、一応は鍛えてるからね。その、力持ちの男って、女の子から見て、どう、かな。あ、いや、別に個人的でも、いいけど。本当に？え、でも？大丈夫だよ。俺、乱暴なんて絶対にしない。するわけないじゃないか。うん。今日は楽しかったよ。寿司が食べたくなったらいつでもおいでよ。ごちそうするか。うん。それは嬉しいかも。ああ、いや、なんでもないよ。それじゃね。また明日ね。